教えてジャマイカ。 Yes, we love Jamaica, Jamaica, Jamaica。 はい、始まりました、教えてジャマイカ。今日も来てます、あやさん。そして、大阪からズームで、参戦、今回も ST 大阪からズームじゃない、飛び出した飛び出しの ST です。どうも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 、来ちゃいましたね。来たね、来ちゃいました。やっぱ僕おった方がね、多分ね、すごいね、来たね。時空歪んでたね、ずっと。でも今、今、はい、ちょっといるのに歪んだよね。え、マジっすか、歪んでました。歪んでたよね。マジっすか、うん、一人タイムマシン、一人タイムマシン乗ってました。一人タイムマシン、一人タイムマシン、あ、あ、え、一人タイムマシーンってどう。はい、どうも、エスティです。はい、です。来たね、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 来たね。時空を超えてきたね。時空を超えて湘南に降り立ちました、ほんま。本当に。初めまして。初めまして。そこが初めましてだからね。初めましてな気がしないけど。だいぶ、だって。だいぶ歪んでる？歪んでる。僕ね、もう徹底的にいじめられてる感ありましたね。もう何回かお会いしたかのような感じで。でもすごい楽しみしてました。もう映像だけしか見てなかったんで。よろしく。はい、よろしくお願いします。あれ、いいの？フレーマーそのまま。フレーマーやってる。一応さ、1回目からね、ズームの感じでね、やって1回目から5回目までずっとこれだったんで、今日6回目とさ、そうそう、6回目やしね、ずっとそのまま。飛び出したいねゆがんでます、歪んでます、絶好調ですね。絶好調ですよ。前回、はい、前回5回目ジョン・ポールを、まあ、こう紐解きながらというか、う、ね、うん、お話を伺いましたけど、はい、まあ、ショーン・ポール、まあ、シャギもそうだけどやっぱモテ男、うん、ね、うん、はい、実際そのジャマイカでモテる男性像みたいなのはあやさんからも伺ったんだけど、じゃあ女性、はい、女性はどうなんだっていうことで知りたいっす。知りたいということで、あやさん今日の教えてジャマイカ、教えてジャマイカ、今日はジャマイカの女の子って、ジャマイカの女の子、女の子って、あ、合ってねえな、あ、あ、あ、え、合わせていきましょうか、合わせていこうぜ。そうですね、ごめんなさい、せっかくお前来たんだ。そうですね、ジャマイカので、行きますねとりあえずジャマイカ全然僕先は知って、僕だけしか言えんしょうか。いやいや、行こう、ジャマイカの女の子っ て、 ってはい、ありがとうございます、ね、はい、ね、そうそうそう、行きましょう、はい、ジャマイカの女の子ってどういうイメージ、はい、いやでもなんか個性豊かというか自己アピールがすごい上手なイメージは、実際どうなんですか、あやさんから見てというか、同じ女性としてというか、まずジャマイカの女の子は、うん、というか男の人に誰でもモテる女の人なら、なので逆手にとって女の子はみんな自信満々。なるほどね。男の人がとにかくすぐいつも褒められるから、はいはい、自信満々なわけ、はいはいはい。ちなみに、どういったその自己アピールというか、自己主張は、まあ、日本との、日本で例えばモテるのがゆるふわ系とかさ、声が高くてアイドルみたいみたいな感じだとすると、もう本当に真逆、強い、でかい。なるほどなるほどなるほど。あと私が思うのは、日本がおっぱいカルチャーだったら、ジャマイカはお尻カルチャー。なるほど、確かに。そうっすよね、うん、でかい、ね、すごいボンってなってますもんね、うん、なんかついてるんじゃないかって思うぐらいに、女の人でもダンス行くと 見ちゃうみたいな。そうっすよね、なんかでかいミーみたいな、ね、あそこはやっぱり女性としてやっぱりお尻をきれいにこう大きくするっていうのは、うん、すごく重要なんですか、美としても。美として、そう、やっぱりアフリカ人でもそうだけど、ふくよかとか、ね、ラウンドっていう、丸いっていうことがとっても大事な要素で、で多分そこのお尻はすごい好きな、自分が好きな部分に近いから、男性が男性、わかる、そうなので曲もいっぱいそこの部分のことの方が、はい、おっぱいについて歌ってる曲ってほとんどないけど、お尻に関しては確かに、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 そうですね、ちょっとお尻についてすごい大きな声であれだけど、うん、でもあれですね、ジャマイカならではっていう部分もありますもんね。アピールポイントのすごい重要な地点を占めてますよね。で、ジャマイカでさ、バーに行くとさ、はい、置いてあるポスターがさ、うん、バーのラムとかほとんどお尻を強調したものが多くて、でかい人が多い、体がバッサンってなってますもんね、ほんまに。あれがやっぱり可愛いとされる体型の理想的なものなんだけど、でもまあそれとはいえ女の人はみんなモテる。なるほど、ね、で、そういうことを言うっていうのがゲットカルチャーから来てるんだよね。何でもそういうことを話すっていうことが、
なのでみんながみんなそうじゃなくてスリムで綺麗な人もモテるし、うんうんうん、あのちゃんと真面目な女の人もモテるし、それぞれみんなタイプはあるんだけど、うんうんうん、往々にして男の人はみんな大きな女の人が好きっていうので、うん、理想的なのはブラウンで、ブラウンっていうのはちょっと肌の色が少し薄くて、うん、薄めのね、はい、ブリブリっとしてがっつりアティチュードって言って態度を持って歩くっていうのが好きなんだと思うね。うんうん、でもなんかその今の話を聞いてパッと浮かんだのは、うん、アーティストで言うとやっぱスパイスとか 今はスパイス、ね、彼女はどういうふうに映ってるというか、みんなそのジャマイカ人たちは彼女をどういうふうにこう、まずめちゃくちゃ DJ が上手いし、はいはい、タイミングバッチリだし、うん、発音が綺麗だし、うん、聞き取りやすいし、うんうんうん、でこう見た時に自分からあすごいセクシーで綺麗な人だなっていうよりも彼女がそれを自分で押し出してる自分で自分がもう素敵よ私と、そう私の、まあ、変な話お尻もすごいし、そう私と一回ちょっとあれしてみない、すごいわよの それですよね。そう表現力半端ないですよね。そうなんだよね、本当に。だそれこそそのダンプリンで、うん、曲っていう曲の中でも、うんうんうん、私は彼女の部分がすごい好きで、うん、もうそんなことを言うっていうぐらいビデオ見たらなんかヤシの木の中みたいなところですごいレオタードみたいなの着てもうすごいお尻でいきなり私の太ももだかなんかかぼちゃぐらい硬いとか言ってかぼちゃを出すんだけどそんな PB ってアメリカのおしゃれなものには絶対ないけど、いかにもジャマイカ人のあの女の人のああいう感じ、それでいて清潔感あるんだよね、うん、みんなそれがすごく好き。じゃあせっかくスパイスの話も出たし、はい、ダンプリンという言葉も出たんで、うん、あのスタイロジーのダンプリン、まあね、前回のショーン・ポールもあるんで聞いてみましょう。ダンプリン行きましょうか。はい、これ第一ですよね。そうだね、印象的なフレーズでさ、バッドマンオーダンストンティンカイレムティックライトンプリン Ready for the thumping, ready for the thumping, ready for the thumping. Bad bad girls step out, I'm stunting. Queen, my thighs them tick like pumpkin. Look pon me, big body jumping. My money tick like a kami dumping. I'm beautiful, so me not blaze. Me no kuya, me no chaka, me no eye gal. Me money make a gal act suicide. That gal fake, like me weave them. Oh lord, gal say she bad, me no believe them. Rich, watch me not beat them. Chanel.でこういう時に今のスパイスもそうなんだけど、まあ食べ物に例えて私のここはどこより硬いとか、なんかこの食べ物より硬いとか言うのと同時に、私はあの女よりもどれだけいいかっていうことも言い出すわけです。なるほどね。そう、必ずそう。なんて言ったら自信満々で自分がナンバーワンだね、常に。そうで、どうせ男は好きだから。女が好きだから。そう、だから強気。強気だよね。超肉食系ですよ。そうだからゆるふわでアイドルみたいな感じの女の子との、うん、その可愛いとされる象徴が全然違う。男の人もそういう強くて硬いみたいな感じの女の人が好きみたいな。そういう女性のこと例えば想像して呼び名っていうのあるんですか？ストロングマンって言うとちょっと、心が強いみたいな、女の人のことをすごくお母さんっぽいみたいなことも理想の一つにジャマイカ人はすごいあるけど、やっぱバッギャルっていうのがすごいキーワードと、ホットギャル、ホットギャル、熱い女の子。私レコード買ってた時ほぼ毎週ホットギャルって誰かしら DJ が歌う、どっかでキングストン中でホットギャルって曲を歌ってる DJ がいて、ね、男の人がね、でそのレコード必ず出るから誰のホットギャルなのかっていうことを見ないとそう、どのレーベルか誰が歌ってるかっていうね、たりとか、うん、まあパトラとか元々だったね、パトラ、レディーソーね、愛したちはどれだけ女の人のそういうバッドなところを歌うかっていうリリックがめっちゃ面白い。いやでもそうだね、これ聞かなきゃわかんないことでも山盛りだもんね。確かにやっぱ日本、ね、日本のさ女性とジャマイカの女性の大きな違いも分かったし、まあジャマイカの女性についてジャマイカの女性とはとなると一言で言うと強い強いドドンと強い強い、画面全体のしとくぐらいのね。まあね、ほんとジャマイカでも強くないでも今日ちょっと前回より強い、今の神の何かだからも強かったですよ。皆さん、あのね、あのジャマイカに長く住んでるとこうなります。ならない。素晴らしい。ちゃんと仕上がった。もうね、
アーサーの前にドドンって強いよ。やばいやばいやばい、ダメよ。ね、こうやって動くためにホットギャラ、髪なびきながらホットギャラ、だんだんこっちをいじってる。やってるじゃん、やれるじゃん、やれるじゃん、強い強い強い。ということで今回の教えてジャマイカは、ジャマイカの女性についてとは、まあね、ほんと強いということで、はい、素敵な、でもね、自分に自信があるっていうのは素敵なんで、日本の女性も皆さん自信を持って生きていきましょう。俺たちは、女性の味方ですね。我慢です。男性は間違いないという。それではまた次回の教えてジャマイカで会いましょう。最後いきますよ、はい、教えてジャマイカ。TV